はい、こんにちは、くんです。ということで、今回は、ささやく狂人やっていきます。でですね、この部屋、かなり変わった部屋でですね、清水さん、占い1、カリード1、パン屋1、呪われ1、ささやく狂人2、ミカとサンドラ、コショコショ、ジャッジメント、やっていきます。コソコソ。この部屋、狼いるらしいよ。これさ、占いどうすんの？どうしたらいいんだ、占い。これどうしたらいいんだ、占い。わかんないぞ。出ない？あえて。出た方がよくね、佐々木ロラナは使わせれば。マジ？わかんねえ。あ、終わった。あ。カミングアウト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 。あ？佐々木佐々木か。あうん。するんですかこれ。私に縄寄せる。黒は入れんこするね。黒な入れんこするね。なんだ。延長希望。延長希望。信仰作れんぞこれ。うん。うん。J 進行か。うん。延長希望。延長希望。延長希望。うん。ここって佐々木がパン屋に出るのって割とおかしくない？佐々木2枚が占いに出てもパン屋対抗する意味がわからない。占い黒で佐々木がパン屋出てわざわざ1匹の位置露出させる？
ターン行かせようとしてるやつ。ミカ、今日でささやき合い終わっちゃうかも、寂しいよ。絶対墓場でまた会おうね。佐々木置きます。やった、ミカ応援してる。オオカミ怖いよ。1分前。じゃあお前ら全員人海道。やばいやばいって。30秒前。ミカのことはサンドラが守る。パなんで一匹狼出てきちゃったんだろうね。サンドラとの楽しい生活って感じだった。30秒前。サンドラ、またね。まあいいんじゃないですか。ミカ墓まで待ってる、あとは頑張ってね。さあどうすんだよこれ、占いに出てきちゃったの。
もうこれ覚醒してもらうしかないのでは。覚醒していただいて、いやもうこれきついってこれ。もうなんなら占いに2人とも出ればよかったんじゃねえか。あー負けたかな。ニクリス、ニクリスってすごいな。どうすんのこれ。どうすりゃいいんだよ。これ黒勝てんのか。これ一匹マジ潜伏しないと絶対勝てなかったんじゃない。占い2でもロラするもんな。いや、私佐々木にないって言ってたの当たってたじゃん。これ良くない？言ってた。決めるぞ、マリア釣り。よろしく。これどうやったら勝てたの？なんかサンドラと俺が楽しい、サンドラとくんの楽しい毎日って感じだったんだけど。10秒前。はい。サンドラとラブルか。ミカサンドラ。また一緒になれたね。なんかもうサンドラとミカだけ別の世界になってる。なんわかんない、怖い。どうやって勝つんだ俺。マジでどうやって勝つねん。